できた。失礼します。あ、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとじゃあ自己紹介をお願いします。はい、 SK48 チームケツのバテーナです。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして、アンナちゃんと、はい、そうですね、見かけたことはあるんですけど、もちろん、はい、緊張するね、なんか緊張します。ゆななはおいくつですか？はい、今高校1年生の15歳です。15歳。はい、私今年25になるので10歳ぐらい違います。そうですね、うん、何年ぐらいですか？今年で3年目。あ、3年目なんや。3年目ですね。誰と仲良しなの？そうですね、でもみなるんさんは結構仲いいの？はい、リーダーやんね。はい、リーダーです。同期みなるん大丈夫？大丈夫です。優しい。めっちゃ優しいです。本当、はい、よかった。何話すの？みなるんさんですか？うん、でもなんか話合うの？なんか、うん、たまに合わないんですけどやっぱり。はい、たまにまあ合わない時もあるんですけど、うん、でも相談とかすんの？あ、相談とかは結構みなるんさんにしてます。MC とか苦手なので、ここどうしたらいいですかとか結構聞いてます。はいはいはい、うん、じゃあ教えてくれるの？はい、優しいね。優しいです。そう、ゆななはあれやんね、マンゴーのセンター、はい、そうなんです。それはさ、選抜は入ってた今まで？いや、初めてなんです。初選抜でセンター？はい、そうなんです。すごくない？はい、びっくりしてます。びっくりやんな、はい、それはさ、どういうタイミングで誰に言われるの？なんかメイキング映像を撮るって言われてて、一、うんうん、人ずつ部屋に入ってきてほしいって言われて、うん、で入ってったら、うん、なんか今回おばたは初選抜ですって言われた後に、うん、しかもセンターですって言われて、うん、なんかもうカメラも回ってて、うん、はぁみたいな感じで。嬉しかった？嬉しかったんですけど、でも今、うん、最初はもうびっくりのが強くて、うんうん、どうしたらいいんだろうっていうのが大きかったんですけど、うんうん、はい。一番に誰に報告したの？一番はおばあちゃんです。なんで？おばあちゃんと、まあ、一緒に住んでるっていうのもあるんですけど、うんうんうん、そのおばあちゃんが私をその SK に入れてくれたんですよ。 SK を応募してくれたのがおばあちゃんだったので、やっぱりおばあちゃんに報告したいなと思って報告しました。うんうんうん、兄弟とかいるの？兄弟は下に弟と妹がいます。うん、あ、そうなんや。長女なんや。はい、そうなんですよ。意外やねそれ。かけてないですよ、意外なんで。なんかさ、 SK に入って、うん、一番、まあ、嬉しかったことは何？うん、センター？でもそうですかね、センター。そうやね、はい。じゃあ一番なんか悲しかったこととか悔しかったこととかってなんかある？ラブクレッシェンドっていう、あ、あるね、ユニットですね、あるんですけど、それがその中で私だけ選抜に入れなかったんですよ、ずっと。同期は入ってたってこと？同期も奈良が入ってたりとか。奈良ちゃんと同期なのか。はい、そうなんです。なるほどね。年齢はどれくらい？あ、奈良が1個上です。あ、でも奈良ちゃん昔もめっちゃ若いなと思ったけど、まだ若いね。そうですね。ね。そうなんや。あとドラフト1期生の菅原真也ちゃんっていう子がいて、その子も入ってて、私だけ一回もその選抜に入っていなくて、うん、なんかこのラブクレッシェンドにいるのになんか自分だけ入れないのはなんかなんていうんですかね。あ、ラブクレッシェンドのメンバー やけど、はい、選抜には選ばれてないのがゆななだけやったってこと？そうなんです。あ、だからそれが一番悔しかったかなって思います。焦ったでしょ？焦りました。あ、じゃあそれは辛いね。はい。なんかそのさ、風向きが変わったきっかけみたいなのってなんかあるのかな？なんかなんでだろうって思ったんですよ。なんで入れないんだろうなって、うん、自分をなんかまあ見直した時に、うん、なんかもうちょっと表情足りないなとか自分で思ったりとかして、なんかとりあえずなんか公演でなんか自分もっと頑張りたいなと思ったんですよね。うん、なるほど。はい、公演なら私たちを、まあ、好きで結構来てくれるファンの方がやっぱり多いと思うので、うん、そこならなんか自分らしさもっと出せるんじゃないかなって思いました。うんうん、なん かその前とそう思い始めてからと変えたことは
その表情だったりとかを描いた。そうですかね。へえ。なんかもっと違う、なんか周りと違うことをしたいなって思いました。うんうんうん、ダンスとかでも、うん、なんか違うことをして目立ちたいなって思いました。なんか変わったなって肌で感じるようなことあった？なんかその公演とか見て、うん、握手会に来てくださる方とかもすごく多くなりました、うん、なるほど。パフォーマンスが好きだよってあのわざわざ言いに来てくださったりとかして、うん、あ、頑張ってよかったなってすごい思いました。確かにそれはつながってるもんね。はい、それ嬉しかったね。嬉しかったです。劇場好き？好きです。今何公演やってるの？今リスタート公演で、まあ、主にリセット公演で、まあ、ユニットが違うって感じですかね。ユニットは何やってんの？残念少女やってます。私一番最初研究生で入って初めてこうユニットをアンダーでやらせてもらった時残念少女。あなんか嬉しい、ね、しかもなんか昇格して初めてのチームがチームキーやったからリセット公演もやってた。すごい、いい公演やね。リセットすごい好きです。わかる。イントロがテンション上がらへん。もうもうなんか袖でみんなでも結構ジャンプして待ってます。わかる、わかる。懐かしいな。やりたいくなってきたリセット公演。ユナナ、じゃあ最後にユナナのとしての個人の目標みたいなの教えてもらってもいい？SKE でどうなりたいとか、SKE じゃなくてもいいけど。うん、SKE じゃなかったら、うん、あの演技のお芝居がしたくて。あ、演技のお仕事ね、はい、うん、とか、うん、あのアニメが好きなんで声優とかも。そうなんや。何のアニメがちなみに好きなの？今はあのソードアートオンラインっていう。あ、ちょっともう全然分かんなかった。、うん、あ、それが面白いんだ。はい、面白いんです。そういう演技とか声のお仕事とかしたいですね。SKE だったら2つあるんですけど、うん、1つはあの単独で、うん、あの名古屋ドームでコンサートがしたくて。いいね。はい、私がいた時にはまだ立ったことがないので、うん、そうやね、そうですね、先輩たちは行ってるけど、はい、ってことね。先輩たちからも結構やっぱりあれはすごかったっていうのを聞くので、うんうんうん、私もあの景色が見たいなっていうのがあります、うんうん、でもう1つはあの紅白に出たいんです、うん、あ、そっか。あれ、ユナナは SK になってからは出てないんだ。あー、なるほどね、はい、それは出たいよね。はい、出たいなって思います、うん、じゃあ頑張ろうね、一緒に、はい、これからも。ありがとうございました。ありがとうございました。新コーナー、矢作ゆきなのコミックシアター。番長、ほののさんの巻。お風呂入ってくるね。はーい。ゆきなちゃん。はーい、まだ入ってます。ゆきなちゃん。はい、どうせ入ってこれないし。わー、見ちゃった見ちゃった。未だにどうやって入ってきたのかは不明です。おしまい。